一番強いところは何なのかというと、人を愛することですよ。なんか今みたいに強い子としていくっていうのも時代だったよ。もう好きなように選んでほしい。その一生懸命やった結果は今でも後悔してない。で、自分で選んだこと。子供はね、だから楽しくなろう。でもこれは自分で決められるから、今日楽しくなろう。で、本当に気が合えるんだ。私自分はすごい忙しいんだけど、でも楽しくなろうと決めると楽しくなります。これは人間の特権です。当然私たちの周りから影響されるんですけど、何のことがあっても今日は笑顔でいくで決めると無敵です。本当に今日も朝起きてすっごいバタバタして、最近化粧の時間がかかりすぎて時間がないとかなと思ったんだけど、一瞬思って今日は笑顔で無敵でいこうと思うと、かなり前向きなエネルギーが湧いてちゃんと笑顔でいけるんですよね。自分で決められるんです。もう決めよう、私たちは笑顔で無敵ですというふうに考えれば、かなりね周りが変わってくるんですよ。自分が笑顔でいると、なんでいつも笑顔なんだってこうみんな思うかもしれないけど、そのうちに自分が気持ちいいので、それを何回か体験したらもうやめられません。今日は無敵笑顔と行くっていうのもうやめられないんですね。自分がそう笑顔でいられると、子供はかなり興奮します。すごい嬉しくなるんですよ ね。なんかそういうの今求められてるかもしれない。なんかこう表現が苦手なお母さんも多いんで、日本人ってどっちか控えめで、あんま人前では何やれって言われたくないみたいな、抑え気味のこう表現が日本人の普通になっちゃってるから、我が子の時には思いっきり反応していいんだよっていうのは、なんか流派としてアグネス流子供タッチ法みたいな感じで、いちいちこうなんか感動しながら言葉を言いながら言って、あ、やっぱ認めるんだねってなわけですよね。いや、面白いですね。いや、言いたいことだらけなんですけど、僕は笑えないお母さんって、やっぱ理由、かまってもらってないし、誰も支えてもらってないっていうのは、孤独っていうのはすごくキーワードで、やっぱり誰か横にいて、あんた、ほとばかってるねとかね、言ってくれるだけで救われるのだがって言って、つながりを持とうっていうことをこう常に続けてたんですけど、なんか、今みたいにこう強い子として、よし、笑顔になるなみたいな形で行くっていうのも道だなって、話聞いて。決意っていうか、人間の一番弱いところは人から愛されたいっていうのは非常に弱いところなんですよ。一番強いところは何なのかというと、人を愛することですよ。これは人間の一番強い力、誰からも奪われない力なんですよ。弱くなっても、体に不自由なものがあっても、心の中で私はあなたを愛してるって思えば周りも感じるんですよ。周りのそれによって幸せになったり変わったりする、感動したりするんですよ。この力は死ぬまで絶対に失わないんですよ。使おうか使わないのは自分次第。使ったら無敵なんですよ。私いつもそう思うんです。使ったら無敵なんです。もう今気持ちとして本当にみんな幸せになりたいって私も心の中で持つと、みんなに伝わるとは限らない、壁ある方もいるから。でもそう思うと自分は力が出てくるのよ。もう自分のどうやって見られてるか忘れちゃうんですよね。私はそれが一番強い力だと思うんだよね。いや、すごいと思います。いや、だから新しい子育てだなと思って、これはやっぱり人間基本前からやっぱり誰か構ってたり支えてもらったり聞いてもらったりして必要っていう話してたんですけど、なんか疲れとお話じゃないけど、そのね、お話になって私はもう絶対決意として子供愛するわって、そういう強いことをして自分を鼓舞するっていう考えってが思いつかなかったから、結構勇気づけられますよね。私にはそのなんかちゃんとしたつながりで何も持てないとかね、友達っぽいけどなんかこれって心割って話せる人少ないし、なんかそのネガティブに考えるとどんどん弱くなっちゃうから、いやもう私やるわみたいな、もう私は一人きりでもこの子を愛しますみたいな、グッズのは、新しい提案だなと思いました。はい、では次のテーマに参ります。
復帰するしないという話です。今でこそお仕事を続けているママが日本でも増えてきましたけれども、アグネスさんが、元祖働くママということをされたのは今から30年ぐらい前の話です。そんな日本の今増えてきてもまだ悩まれているプレママもたくさんいらっしゃいます。なかなか状況的に働きながら子育てもするということが難しいと感じている働いているママもいらっしゃるようです。アグネスさんのお考えを教えていただけますか。もう好きなように選んでほしい。もう働きたくない、もう子供を面倒を最後まで見たいと思うなら、もう専業主婦胸張ってやっていいと思う。でもその間には自分の価値を下げないように、時代についていけるように勉強するとか、その価値を上げる、この時間を使ってさらに価値を上げる。で、例えば明日夫が交通事故で死んでもすぐ就職できる、私大丈夫。これが親の責任なんですよ。専業主婦を毎日全て子供にかけたから私は今まではないんです。何を起きてもこの子をかばっていける、この子を育てていけるくらいの力を持つ、これがいいものなんですよ。夫は明日がんに倒れても私はすぐ再就職して、そしてこの家を支えていける、安心して投票しなさいって言えるのは愛なんですよ。だから専業主婦は全然もう自分はそれが合っているんだから OK だけど、いつでも就職できるように価値を上げる、英語を覚えるとかスペイン語を覚えるとか、なんか会計ができるようになるとか、ナースの勉強を取るとか、わからないけど、その人の趣味でいいんですよ。自分で作ってなんかネットで売るとか、とにかく時代に遅れない、自分の価値を上げる。なぜかというと、これが最高の保険なんですよ。幸せの保険というのは自分で作っていくんですよ。だから私は好きにようにやればいい。で、仕事をどうしても行かなきゃいけない場合もあるんです。あるいはシングルマザー、2つの収入がなければやっていけない家庭もあるから、あるいは計画がある、例えば家を、ね、買いたい、子供に私立学校行かせたいとか、そのために経済力が必要だったとしたら、戻ればいい、仕事を。仕事を戻ったら子供がかわいそうということはないんです。世の中、たくさんの素晴らしい子供を育ってます。お母さんが働いていた家庭でも。だから自分次第です。大丈夫です。だけど、あんまり追い詰めない。あんまり自分を追い詰めないことだよ。自分を壊れたら終わりだよ。だから自分を追い詰めない程度で仕事をしていくというのは私はいいと思います。でももし自分は仕事人間なんだ、子育てよりも本当は仕事を大事にしたいんだ、これも一つの生き方だけど、子供に害を与えない程度はやっぱり必要なんですよ。ちゃんと自分の代わりに誰が面倒見れるか、夫が協力的なのか、お父さんお母さんは何かやってくれるのか。だけど、そのためには子供とそんなに近くなれない場合もあり得るんですよ。だから私はもし仕事を本当にすごくしたいんだったら、来てから打った方がいいと思います。そうじゃないと、やっぱりどうしても難しいんですよね。私も子供が小さい時は仕事を抑えました。ツアーは出ません。歌手の仕事はほとんどできませんでした。なぜかというと、歌手は寝なきゃいけないんだよ。声が出なくなるから。今日は出ると家開けるんですよ。それも1日2日で開けるんじゃなくて、ちょっと1週間ぐらい開けちゃうんですよ。それはやっぱりできないかなと思って、特に子供って寝れないですよね。で、声が潰れて歌えないから、仕事をシフトしてテレビ中心にしたんですよね。だからそうなんですよ。仕事も働きたい、子供もいるんだから、どうやって働くか、自分ならどうやってシフトできるかっていうのを考えるんですね。でも、やらないことはない。やれる。そして、一個決めたら、壁にぶつかったら、変える。変われるのは人間の特権ですから。今日の自分好きじゃなければ、明日から新しい自分を求められるのよ。だから今日は、この方じゃダメだと思えば、別の方を探してみればいいんですよ。だからもう絶対ということをやめて、もう親だったら、想定外ばっかりだから。親になるというのは、実は危うい、弱い立場に立つことなんですよ。コントロールできないから、全部コントロールできないから、だから本当にユーモアを持って、今日決
決めたことできないかもしれないんだけど、それでも私は笑顔で無敵と、そういう気持ちでやっていかないと、子育てはストレスがたくさん溜まっちゃうんですよ。特に働くママにとって。だからもう、まず自分に優しい。無理せず。自分のやりたいことを、ギュンと考えて、どうやってシフトして、母親としても、仕事人としても、やっていけるのかって、自分で決めるしかないんですよね。まあ、もちろん夫と一緒に考えて、どういうふうに支え合っていくのかっていうことを。で、専業主婦になるんだったら、さっき言ったように、もう保険つけておく。自分が価値を上げる方法をどうやって、今の時間を使ってやるかっていう。で、学校戻るのも、すごいいい時期なんですね。そういうことも含めまして、女性の生き方は人から指さされることはない。自分のやりたいことをやる。だけど、もう運と考えて、無理せず、周りに害を与えないけど、という考えでいけば、私は自分の好きな自分にたどり着くんじゃないかなと思うんですよ。もうすごい大変だったけど、正直なところ、3人だったので、ほとんど寝ない。病院も行かない、病院に行くときは、どうしても行かなきゃいけないときは、髪切ってもらうだけなんで、洗わさせないんですよ。同じお金払うんだけど、まあ、どのぐらい損したんだろう、あの、教室に。切ってすぐ帰るんですよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、こう、やりたいじゃないですか、髪を毛を払ってくれて、いいからいいから帰りますって。すぐ帰ってご飯作るみたいな。まあ、そのぐらい忙しかったんですけど、でも、一つも後悔してない。なぜかというと、私選んだ道は、働くと母親両方やるから当然両方やるときには自分ができないものはあるのは当たり前だけど本当に子供がすくすく育ててくれて仕事もシフトしたんですけどシフトした方もなんとなくうまくいって私立学校も行かせたいだったので私だから経済力も欲しかったしでその一生懸命やった結果は今でも後悔してないで自分が選んだことでどうやってうまく自分の地図の中でそれをはめていくっていう。あなたが主人公ですから、あなたが脚本家だし、すべてシナリオは自分で書けます。もちろん、その配役もいっぱいいるんですけど、その配役をみんな立てる、みんな輝くように自分の脚本を書けます。高野先生、いかがでしょう。いや、あの当時は、僕は一視聴者として、ね、まあ、無理でしょみたいな子供連れてくみたいな、まあ、それ我々の常識は全部そっちにあったっていう時にあれをやりきるっていうのはしかも今世の中そっちにも変わっちゃったじゃないですか本当はあそこから変わったって思うぐらいなんでそれをやりきったその強さが一番すごいなと今日聞いててそう思いますよね強いですよねでそこがみんなやれるみんななれるって言ってください、これは多分今、これですごく元気づけられるというか、一番お母さんたちに足りないことかなという話って、なんとか今ある条件でベストをっていうところもいろいろ答えを言ってたんだけども、そのこういうアベルさんみたいな人がですね、強い歯でいらないのよとかみたいな感じで言ってくれることが一番求められたのかなと思いましたね。まあ、まあ本当に結論から言うとどっちでも大丈夫っていうのは僕も見ててそれぞれの親をね専業のお母さんだって輝いてる人いっぱいいるし働いてるお母さんでももうキンキン言いながらでもやっぱり仕事楽しいですとか、ね、頑張ってる、結論としてはまあ子供の一番の体をお母さんが忙しくても何でも生き生きしてくれてることだから私自身が全部はできないけど決めたことだしやるわみたいな迫力で生きてくれてれば子供は育つのでも迷ってこれじゃないかもね私だけかなこんなのとか思ってるとネガティブになると子供も悪い影響があるっていうようなものがあるんですよねそこのところで、まあ、相談者はたくさん持ってほしいけども胃の一番にやっぱ自分の強い決意みたいなところに集中していくのが本当に大事なことなのかなって今日聞いててで私たちに足りないことなのかなって人目を伺っちゃうからそうじゃなくて、もう私はこうなんだって言い切ってやってあの時は本当にすごく珍しいことだったんですよ現場に赤ちゃん連れていくみたいなのですごく叩かれて僕はそんな完全に叩く側じゃないんだけどそんなできんのみたいなふうに思ってたんですよねでもそっちに世界を変えてしまってるわけでその強さがすごいなと思って
でみんな見習うべきというか、それをこう繰り返し言ってってほしいな。で、あなたが決めることなんだろう。楽しんで強い母で行こうって、ね、自分で決意しようよっていうメッセージは今日聞いてて、そういうのがポカポカしてくれるというか、